国籍別による宇宙飛行の年表ソビエト連邦によって初の有人宇宙飛行が成し遂げられてから38カ国の国民が宇宙飛行を行った。このリストではそれらの国にとって初の宇宙飛行ミッションとその日付を列挙した38人中女性は3人である。なお、これら宇宙飛行士の国籍は打ち上げ時の国籍であり、 日付はすべて協定世界時に依存する。太字で国名が書かれているものは、自国の能力によって宇宙飛行を行った国である。国民が宇宙へ行った、年代別の地図 ABCD ソ連の憲法によれば、初の宇宙飛行士、ユーリガガーリンは、ソ連と、ロシアソビエト連邦社会主義共和国両方を、市民権を保有していた。 1991年、ソ連は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エストニア、グルジア、カザフスタン、キルギス、ラトビア、リトアニア、モルドバ、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタンに解体された。解体当時、セルゲイ・クリカレフとアレクサンドル・ボルコフは、ミール宇宙ステーションに、ソ連の市民として、集会軌道上にいた。彼らは、 ロシア市民として地球に帰還している国際航空連盟のルールによるとボストークミッションは真の宇宙飛行ではないという登場者のガガーリンは宇宙船から出てパラシュートによって着陸したからであるファイのルールを満たしたソ連発の宇宙飛行ミッションはボスホート1号であるしかしこのような議論に関わらずファイはユーリー・ガガーリンが 世界初の宇宙飛行者であることを認めている、シェパードの宇宙飛行は、弾道飛行だった。軌道に投入された初のアメリカ人は1962年2月20日の、ジョン・グレンである AB1993 年、チェコスロバキアは、チェコとスロバキアに解体した。AB1978 年、イエーン自身と東ドイツの関係各省が、東ドイツ市民所ではなく、 ドイツ人書と公言した。1990年、東ドイツは西ドイツと合併し、ドイツとなり、ウルフメルボルトは、ドイツ統一後の1992年1月22日に宇宙飛行を行った。しかし、今日の統一ドイツにおいても永遠のフライトが、ドイツ人発だと考えられている国家機関の宇宙飛行士ではなく、民間人として宇宙へ行った。 宇宙機関の宇宙飛行士として宇宙へ行った初の日本人は1992年のモーリーマモルである。民間人宇宙旅行者で初めて宇宙へ行ったアフリカ人。イギリスとの二重市民権を持っているラモーンは宇宙へ行った初のイスラエル人であるが大気圏再突入時に死亡した。これはファイルールの下では完全な宇宙飛行ではない。イランの法律によればアンサリは イラン国民と認識されるが、彼女はアメリカ国民でもあり、アメリカとロシアは彼女にイラン的なシンボルの着用を禁止した。初の女性民間宇宙旅行者上記のリストは、打ち上げ時におけるその人物の国籍によって記載されている。これと異なる基準によっては、以下の人物が含まれる場合がある。ありがとうございます。